ジョジョの奇妙な冒険オールスターバトル。おせっかい楽しんできなよ。あなた物語の世界に入り込んだのよ。行くわよ。離れないようにね。この先に物語があるわよ。見ててあげる。ジョナサンの時代から50年後、1938年、石油を掘り当て大富豪となったスピードワゴン。彼の招きによりジョセフ・ジョースターがイギリスからアメリカのニューヨークへ引っ越してきた。ジョセフはジョナサン・ジョースターの孫にあたる。彼はドイツ軍人シュトロハイムの指揮する実験施設において柱の男サンタナとの死闘を経験する。ジョセフの活躍によりサンタナによる世界滅亡の危機は回避できたかに思われた。だがその後スピードワゴン財団の調査により柱の男が他に3人いるという衝撃の事実が判明するのだった。鳩と女の子。無理だね。お前の波紋ではこの女の子にさえ勝てやせん。ならばてめえはこの鳩にさえ勝てやしねえぜ。ファイナルラウンド、ファイト。ヒーチャーボン、カタールで波紋ゲリックス。ネタ、大きな波紋。ヒーチャーボン、よけ、すぐすりゃ、オーディション。なんだ、グーを全をぶっ飛ばす。さあ、ほら、で、オルゲル、タグ、ダーン、クシャー、スプラッカーボライ、ネタ、なんだ、チュ、さあ、フッ、しかし、フッ、よっ、すぐ全をぶっ飛ばす。どけどけ、踏みつぶされても知らんぞ。グーをよ、くらえる、くらえ、もう一度言うぜ。てめえは鳩にさえ勝てねえのさ。人をバカにしたてめえの態度、文字通り打ち砕いてやるぜ。必死になってかかってこい。ラウンドワン、ファイト。スラッカー、打ち砕いてやるぜ。サウラ、フッ、
さよく考えるどけどけ踏み潰されても知らんぞぶちのめしてくれるぜよったんこんにちはさあ勝負の無力がそんなのかこやろはじはじのアム。なに？宣戦布告だぜ！なにしてる？よく宣戦布告だぜ！よくやれ！ザ・トーギ神面嵐満足だラウンド2ファイトスムーズだ遅いんだクソラウンド2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 クソなにたっぷむんせちょうどたくぞむん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 なにおれなんだよっよっノックしてもしもしおれ宣戦布告だぜリモートそりゃそりゃそらそらって逃げるんだろしよくわしそらガルタガどうだすげえだろファイナルラウンドファイトそっ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 マジよっでるザンマンがしーくそよくしーくそよくなるでしー逃げる宣戦布告だぜしーくそよく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 しーくそよこういう傲慢な野郎がどうしても許せねえたちなんだ。ACDCの不気味アンダーワールドはどんなサポート効果も再現可能なのだ。これだな、掘り起こす。これからも任せてください。もう突き止め追ってきたのか。エイジャの石石をリサリサが持っているということ。ほう、
鋭いいい目をするようになったな。だがそのような眼差しを持つ者が俺に会ったとき、そいつは早死にする。ラウンドワン、ファイト。これで海賊の大社獄なのだぜ。俺の勝ちね。ラウンド2ファイト。全力で全力してやる。宣戦布告だぜ。デモールド、俺は絶望の声を聞かせろ。人間を殺して得たそのパワーのほとばしりとともに、ゼペリの魂。アンダーワールドはどんなサポート効果も再現可能なのだ。これか、掘り起こす。私の働きを忘れないで。俺の精神テンションは今貧民時代に戻っている。父が貴様らの罠に殺されたあの当時にだ。冷酷残忍、その俺が貴様を倒すぜ。いいだろう。まずこのワムーに殺される資格はある。ラウンドワン、ファイト。ちょっと助けろ。ちょっとハッと気に邪魔んかった。ちょっとハッと気に邪魔んかった。ハッとこいつ邪魔んばりや。暮らして田舎へ帰りな。イサリサ先生の訓練効果は素晴らしい。ラウンド2ファイト。くらえ。
こいつはジャボンバリア食らって。田舎へ帰りな。こたまんのスパーク。ノラジの戦術。なんだ。終わったな。ファイナルラウンド。ファイト。風のワーム。もらった。セラッセラッハーッセラッシャボン。こいつはシャボンバリア。食らって田舎へ帰りな。ハーッ終わりだ。ハモンのスパーク。もらった。トーギー神綱嵐。終わりだ。終わりだ。もらった。出会う。出会う。もう出会う。風のプロテクターはまるで換気扇よ。身を守るどころか逆に俺のシャボンを吸い込んでいったな。風に帰る戦士。サポート効果を選んでください。これか。サポート効果を掘り起こす。私の働きを忘れないでください。一緒に戦ってくれシーザー。俺は貴様の素晴らしいナイスファイトを期待するぞ。上々。ラウンドワン。ファイト。うっしょ。うっしょ。風の上にクラッカーボール打ち砕いてやるぜ。サルクラッカーボール。なんだ。ゼンム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 ンシャーセラフライヨンムンヘッゲヨッサルハッヨッサルフーラジャーセンムンムンレグヘッシャーセフーゲッチニン。ラウンドファイト。シャー。なんだよ。ダダ。よもがし。なに。シャー。はよ。シャー。うん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 。シャー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 。よし、線をぶっ飛ばす。
風のスピードで打ち砕いてやるぜ。うわそりゃすっげえやられる。宣戦布告だぞ。ゼロード何ノックしてもしもーし。そりゃはっワンプリーズ。貴様は戦士としてはすごかった。だが俺にはシーザーという強い味方が最後までついていたのさ。さあ、ジョジョをつなぐ絆。アンダーワールドはどんなサポート。これかサポート効果を掘り起こす。これからも任せてください。カーズ、てめえの根性は畑に捨てられ、カビが生えてハエもたからねえカボチャみてえに腐り切ってやがるぜ。このカーズはこのようにゆっくり近づき、花を摘むように貴様の命を刈り取るまで。ワン、ファイト。勝てばよかろうなのだ。勝てばよかろうなのだ。もらった。スーク、スーク、ダッ。潰されても知らんぞ。待ってお前、切り刻んでやろう。勝てばよかろうな。もらった。貴様、切り刻んでやろう。貴様、戦を敵に叩きつけてやろう。そんなもん貴様、大した宣戦布告だぜ。聖者の石跡を。うわあ、新しい誕生祝いだ。ハモ羽の弾丸レッよっしゃ。石跡をやる。ゆっくりと通り。うわっ、俺の勝ちね。ゆっくりと取り殺してくれるわ。イスだ。それでいい。うわ。何は相手にしてる。待っておれ、今殺してやる。何ゆっくりと取り殺して。くそ、何やだ。
この間抜けが！ファイナルラウンド！ゆっくりと飛び出す！ゆっくりと取り殺してミスだ！そりゃ！キラニアだ！そりゃ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 ！シーザーイスだグワーッゆっくりと通りしろなんだグワーッカーッグワーッサイハイサイハイカーボライサイハイトバスそれはそうだハモンセそうだオルゲンタグゆっくりとと椅子だ。そうだ。破門だ。今のが最後の破門だ。超生物の誕生。私はあなたの役に立ちたい。これだな。サポート効果を掘り起こす。これか、掘り起こす。これからも任せてください。たった一つだけ策はある。ジョジョ、貴様だけはどうしても今殺さなくてはならない。ワン、ファイ。新しい誕生祝いだ。さあ、ブラッカーボーイ。ダダッどけどけ。踏みつぶされても知らんぞ。ゆっくりとスラッゆっくりとスラッあがきよってどんがぬけろ。待っておれ、今殺してやる。宣戦布告だぜ。ゆっくりと逃避すな。スラにぬさくく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 あがきよって、あっ、うわっ、そうだ、あれよ、あん、キラニアだ、うわっ、あがきよって、最後を飛ばす、あ、イスだ、そう、イスだ、おい、シー、イス、宣戦布告だぜ、うわっ、イスだ、うわっ、ゆっくりと取り返してくれるわ。許さねえ。それは、どうだ、すげえだろ。ゆっくりと飛ぶ。羽根の弾丸を。そうだ、破門だよ。
よ。そうだ、頼んだ。ゆっくりと通り過ぎる。キラニアだ。あがきを取ろうかもの。隠してマシマーシ。ゆっくりと通り過ぎる。クーデアンクアセ。超生物カーズを倒すためジョセフは戦闘機に乗り込んでイタリアのボルガノ島火山に向かった。だが彼はカーズの追撃により重傷を負い、さらに噴火に巻き込まれてしまう。この呼吸法だ。波紋使いの貴様を死という暗黒の淵に突き落とす儀式にはやはりこの波紋がふさわしい。無限の谷底へ溶けて流れ落ちろ。何？石石？石石は波紋増幅器だった。鳥に変身して逃れてやる。さすが地球のエネルギー、ものすごいスピードだ。から俺のさっき切断された手が飛ばされ突き刺さったか。そうカーズ、貴様はこれも計算のうちか。ジョジョというこれも計算のう当たり前だぜ。このジョジョは何から何まで計算づくだぜ。本当は違うけど、カーズが悔しがるならこう言ってやるぜ。ケしかしその噴火のエネルギーを利用し、カーズを大気圏外へ追放することに成功した。カーズは二度と地球へは戻れなかった。鉱物と生物の中間の生命体となり、永遠に宇宙空間をさまようのだ。そして死にたいと思っても死ねないので、そのうちカーズは考えるのをやめた。一方、死んだと思われていたジョセフは奇跡の生還を果たし、リサリサの召使いスージー Q と夫婦になって皆の前に姿を現すのだった。そして時代は流れる、世代は交代する。ジョジョは